菊城教えて松永ひろみの夜学塾。どうも塾長の松永です。今日は雨の中での試合について少しお話をしたいと思います。先日行われたセントラルリーグのファーストステージのクライマックスシリーズ第3戦、まあ2対1で横浜 DeNA を阪神が DeNA を破ってファイナルステージ進出に決定したわけです。まあ阪神ファンの皆さんおめでとうございます。でその時の、ワンシーン、要は9回の裏、この9回の裏に、当然マウンドには藤川投手がクローザーで抑えて上がってきました。でそのワンアウトの時に、マウンド整備、まあ、いわゆる雨が降っていた中ですので、まあ、少しマウンドが濡れてきた、で、投手が踏み込むと少し滑ってしまうというような状況ができたために、マウンド整備のために少し時間を、ここで試合が中断になります。で、この時に、素朴な質問で、こういう状態の後というのは投手の方か打者の方か、これどちらが有利なんだっていうようなことの質問をされたので今回はこの話について少しお話ししたいと思います。で当然、藤川投手というのは、抑えで、もう長くプロ野球に在籍していますから、雨の中でマウンドが状況が良くない時、そしてグラウンドの整備でマウンドに土が巻かれた時っていうことはもうたくさん経験済みだと思います。で、バッターの方は、バッターボックスの中に、当然水が溜まったり、バッターも踏み込むとちょっとこう滑ったりっていうような状況があった時に土を入れたりするわけですが、まず、バッターボックスの中にいる選手、当然これは雨が降っていない状況の時には、1回ボールを見送る、1回ボールが来る、その後に、まあ、さらっとこうバッターボックスの中をこう整備というか自分の足できれいにこう整備できるわけですね。でそのルーティーンが入ってくるわけです。ただこれが雨が降って少しぬかるんでいるとか、逆に土を入れてしまって、まあ、それをやってしまったためにまたちょっと足場が悪くなるというような状況があります。でこれに加えて投手の方はマウンド後方に、棒、いわゆる、ちょっと金属っぽい棒が置いてあるんです。これはなぜかというと一球踏み込んだ時に当然スパイクの裏に土がつきます。土がついたらスパイクにまとわりついているわけです。それを落として後ろで、落としながら自分の通常の足の軽さに、持ってくるっていうことができる道具が後ろにあります。しかしバッターの場合はありません。ですからバットでやるって言ってもバットが今度は濡れてしまうと余計に、ボールが弾き悪くなりますので、バットでやるっていう行為もバッター打者の方はやりません。そしてスパイクの裏の土がついたままですので、よくバッターボックスの外に出てジャンプしながら両足をこう蹴って土を落とすっていう行為をやるんですが、これをやったところであまり落ちません。ですから打者と投手とどちらが有利なのかなっていうふうに考えると、やっぱり少し投手の方が有利ではないか。そしてあの場面では何度も経験している藤川投手の方に分があるというようなことにつながっていったような気がいたします。でここでですね、私も現役の時には、まあ、数多くそういうシーンに出くわしたことがあります。であのシーンを見ながら少しちょっと思い出して、懐かしいなと思ったお話を今からするんですが、まず状況説明をいたします。で状況説明は、当然私が福岡ダイエーホークスに在籍しているときに、相手は日本ハムです。でこの日本ハムでもちろん試合も9回の裏、当然負けてます。で確か満塁かなんかだったと思うんですね。でその時のカウントが2ストライクを取られた、この直後に中断になりました。雨で、まあ、かなりの雨降りました。でかなり雨降ったために、まあ、両軍の選手はもうそれぞれベンチに帰ったような状況です。でその時の投手が抑えの金石投手で、その時の金石投手の持ち球がストレート、カーブ、スライダー、フォークという球種を投げるピッチャーなんですが、まあ、要は
ツーストライク後に中断したので、次試合再開はたった1球しかないわけです。この1球にバッターはかけなければいけないっていうところで、まあ、ベンチの裏に引き返したときに、まあ、当然、このバッターの周りにベテランから中堅、やっぱりこう試合に最後打ってほしい、打ってサヨナラをやってほしいっていう思いがあるので、いろんな意見が出ました。でいろんな意見が出たんですが、スライダーカーブ、フォーク、この2種類がとにかくどっちが来るんだろうっていう討論を、まあ、この打者の周りで皆さんがやるわけです。しかし打つのはこの党の本人ですから、で党の本人に何が来ると思ってるのっていうような話を聞くと、まあスライダーが来る確率が高い、もうスライダーを僕はもうスライダーを狙うっていうような話をしてましたよ。だけど周りはいやいやいや、これはフォークだろう、ここはやっぱり金石だから最後フォークで満塁だしっていうような話になると、いやいや、やっぱりフォークはあのボールが濡れてると逆にすっぽ抜けたりワンバンになると、あのキャッチャーの後ろに後逸してしまってサードランナーが入ってくるから、これはフォークは投げにくいだろう、やっぱスライダーしかないよみたいな感じで、まあ、ほぼスライダーに決まりかけた時ですね。そうするとある選手が好き勝手に、いやいや意外とカーブだったりしてねって惑わすわけですよ。どうせ誰かが、あ、そうだよね、それもあり得るよねっていうような、そのなんかもう適当ですよ。もう本人以外のバッターはもう終わってるんですから、試合はもう多分この1球で勝負が勝ちか負けるか決まったらもう試合はジエンドっていうところですので、それを、まあ、周りの選手は好き勝手にいくと、私がふっとその選手を見るとですね、もうその選手いないわけですよ、その場に。さあ当然ですよ、私だったらもういらないこと言わないでくれ、もうお前ほっといてくれっていうような状況なのに、まあ私らはついついこう、まあ、かまってしまって、まあちょっとその選手はちょっとかわいそうなことをしてしまったなっていうような経験あったシーンを、まあ、ちょっと思い出しました。まあこれはまあ、あの本人に後日っていうか、あの聞いた時にはちょっと嫌だったなというような雰囲気があったのを聞いた記憶があります。で、試合が10分後に再開されたわけです。そして、そのバッターボックスが入って投げられた球は読み通りのスライダーでした。そしてそれがショートゴロか何かになって結局試合は負けてしまったという結果でしたね。秋山君